ここはキャッチャーで送球の練習ですね。今度受けるのが杉谷。小林です。小林はこの練習の時には緑色のキャッチャーミットを使いますね。試合では青のキャッチャーミットを使うんですが、この練習の時などはこの緑色のキャッチャーミットを使う小林です。まあ、この肩はね、守備に関しては非常に定評があります。3年連続盗塁阻止率セリーグナンバーワンの小林。ただこの一緒にやっている住谷も2012年2013年2016年、パリーグの盗塁阻止率ナンバーワン3度輝いています。この下半身が土台となって投げていく。さあこちら大城、記者の皆さんと原監督は話をしています。ただ今方向としては大城の方を見ていませんが、宮崎キャンプの時に放送席にサマーズさんが来て、その時に川村亮アナウンサーも来たんですが、その川村アナが言っていたのが、原さんの視野の広さ、絶対に見ていないようで見てますかと言ってましたからね。もしかしたら違う方向を見てますが、大城のことはしっかりと目に入っていると思います。さあこちらが三塁のベンチ前、住谷小林が取ってからの送球練習しています。昨年ですとキャッチャーで肩が強いとね、そういった何かこうネーミングがついたりもしましたけれども、甲斐キャノンとかありましたね。ただこの小林も肩の強さはリーグナンバーワンです。相川バッテリーコーチが投げていきます。いい練習ができている分笑顔ですし、声も出てくるというのもありますね。ショートバウンドで取ってセカンドへ。さあ住谷、今何か指示を出しているんですが、もう小林もこう笑顔になるような何か指示だったんでしょうか。こう取ってから、ただ取る瞬間になるとこの目の鋭さ変わりますね。住谷、少し柔らかい表情なんですが、ここから取ってグッと投げる瞬間、このオンとオフといいますか、そういった瞬間が見えますね。そして小林、明日練習試合になりますが、